ボーイング787から8、ロイヤルブルネー航空はブルネーの航空会社。同国のフラッグキャリアでブルネー政府が所有する国営航空会社である。ロイヤルブルネー航空は1974年11月18日に設立。翌年1975年5月14日に2機のボーイング737にて初の国際線であるブルネーシンガポール線を 開設した。さらに路線を増やし、香港、小滝ナバル、クチン、マニラ、バンコクへ就航。1980年には3期目のボーイング737を受領し、1981年、クアラルンプール線を開設。1983年にダーウィン、1984年にジャカルタ線を開設した。1986年にボーイング757を、 受領。台北線がすぐさま開設され、1988年にドバイ線を開設した。1990年にボーイング767から 300ER を導入し、ロンドン線を開設。日本へは1994年12月2日、関西国際空港開港を機に乗り入れを開始し、1998年10月24日を、 持って休止していたが、2019年3月15日より、成田国際空港に就航した。現在は、アセアン諸国を中心に、オセアニア、ヨーロッパなど世界19都市へ、定期便を運航している。国王専用機として、ボーイング767、エアバス A340 を所有している。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する。 アマデウスを利用している。2013年10月3日、同社向けボーイング787から8型機の初号機を受領した。2015年会社設立40周年の式典が香港で開催された。クラス編成はビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制。以前は洗面台やシートに金を施した豪華なファーストクラスを設置しており、ワールドトラベルアワードの ワールドリーディングファーストクラス最優秀賞を2年連続受賞するなど、ファーストクラスの評価は高かったが、新ビジネスクラスの導入に伴い廃止された。イスラム教が国教である、関係上、機内食は全クラスで、ハラールが提供される。機内サービスでアルコールを提供しておらず、乗客自身がアルコール類を持ち込んで飲酒することは違法とされている。ブルネー国際空港にある、 ロイヤルブルネー航空の空港ラウンジで座席数は120席。マッサージチェア、シャワールーム、無料インターネット接続など他社のラウンジと同様の設備に加え、イスラム教乗客向けの沐浴エリア、祈りの間など、イスラム教を国境とするブルネーの航空会社ならではの設備を有する。スカイラウンジを使用できるのはビジネスクラス乗客並びに同社の FFP である。 ロイヤルスカイズのゴールド、シルバーメンバーである。シンガポール航空やアメリカンエキスプレスなど、提携各社もスカイラウンジを利用可能。2019年3月現在2019年8月現在、エアバス A320。ありがとうございます。